はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、新セレクションパック8月の8日実装ということで、ついに来ましたレイドラプターズ、そして氷結界粛清、まあ、その他もろもろが実装されるということで、今回はですね、この診断の内容を、まあ、ざっくりと解説していこうと思います。個人的にはレイドラプターズめちゃくちゃ好きなので、めちゃくちゃ待ってなんで、このランク13のねライジングリベリオンファルコン使っていきたい。はい、やっていきましょう。いよいよレイドラプターズ実装ということで、ラック13のモンスターが、なんと実装されます。レイドラプターズライジングリベリオンファルコン、マジでかっこいいねめちゃくちゃかっこいいし、めっちゃ強いんですよこのモンスター。レイドラプターズについて解説をしていこうと、思います。ランク13のモンスターで、闇属性超獣族モンスター、打点が4000と守備力が3500となっておりまして、まあ、正規召喚するには超獣族レベル 13×5 とかいう意味不明な、召喚条件になってますので、まあ、普通には出しません、ほぼ、まあ、大丈夫です。黒崎さんは、エクシーズ召喚する際大体ランクアップ、エクシーズチェンジって言いながらランクアップマジックを打つので、まあ、ランクアップマジックも追加されると思うんですけども、この辺が、まあ、キーカードになってくるなっていう感じですね。でこのモンスター何するかっていう話なんですけど、これまずですね、アルティメットファルコンみたいな耐性持ってまして、フィールドのこのカードは他のカード の効果を受けないということで、まずこの耐性が、まあ、鬼ほど強いです。で1番目の効果、これもうほんとぶっ壊れてまして、X 召喚に成功した場合に発動できるよと、相手のフィールドのカードを全部破壊できます。全部っぱです。サンボルオーラーします。でその後このカードがレイトラプターズエクシーズモンスターを3種類以上持っている場合は、この子から破壊したモンスターの元々の攻撃力の合計分のダメージを与えるよと。はい、まあこれあのお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、先行ワンキルもできますまあ先行実質先行ワンキルか、実質先行ワンキルもできます。相手のフィールド上にモンスターを送りつけて、まあ、あのバーンダメージをぶちかますという感じですね。はい、でまあ、マルサパンの効果で一旦に一度、それを、ま、3個取り除いて自分の墓地のレイドラプターズエクシーズの、カード名をコピー、カード名と効果をコピーしますよという効果もありますよ。でこれを、まあ、どうやって出していくかっていう話なんですけども、まあ、今まで通りね、あのファントムフォースとかでも一応出せるんですけど、まあ、この3種類 のお素材にしているっていう効果を、まあ、基本的には付与したいので、この、ね、新しい、ね、ライズランクアップマジックレイドラプターズフォースというカード、これを使って基本的には出していきます。めちゃくちゃかっこいいですよこのカード、自分が相手のメインフェーズにしか発動できないカード、あレイドラプターズカードとして扱うので結構サーチは簡単で、自分が相手のメインフェーズおよびバトルフェーズに、フィールドのモンスターを含む自分のフィールド墓地のレイドラプターズエクシーズモンスター2体以上を対象として発動できますよと。だフィールドとなんか墓地2体とか、まあ、フィールドと墓地1体とかでもいいけど、そういう感じで、対象にとって発動していくよと。でその2体以上のランクの合計と同じランクを持つレイドラプターズエクシーズモンスター一体をエクシーズ召喚扱いで、草デッキから特殊召喚していくと。で対象のモンスターをその素材にしますよという効果になってます。でね、要は、まあ、例えば、まあ13を出したいだったら4プラス4プラス5とか、ね、はい、あと5プラス7とか、まあ、そんな感じで出していくことが多い、まあ、4、5が一番多いかな、あの出していく方法としてね。でランクアップマジックをアクセスする方法、もともとレイドラプターズって結構簡単にワイズストリックスとかいたと思うんですけど、新しくですねこのレイドラプターズブレイブストリックスというモンスターもこれ来ると思うんですけど、これもめちゃくちゃ強いんですよ。これレベル 5×2 で作れるモンスターで、まあ、一応ね普通に召喚する方法としてはやっぱちょっと出しにくいんですけど、レイダーズナイトっていうモンスターがいて、これ上にね1個ランクが高いやつを乗せれるよっていう効果あるんですけど、1個高いか1個低いかやつを乗せれるってことなんですけど、レイダーズナイトイコールブレイブストリックスになれるんで、なんでまあランク4イコールランク5みたいなもんです。はい、でこれから何するかっていうと、素材を1個取り除いてデッキからレイドラプターズ魔法トラップカードをセットできますよという効果か、エクシーズを持っている場合、超獣族モンスターを持っている場合、ランクアップマジックを手札に加えることができるよと。マジ強いんですよねこれ。まあ、1番か2番どっちかしか使えないんですけど、ランクアップマジックをサーチすることができるんで、スキップフォースとか持ってきてアーセナルファルコンになってもいいし、さっきのライズランクアップマジック持ってきてあのライジングリベリオンファルコン出しに行ってもいいみたいな感じなんで、これねめちゃくちゃ強い。あのランクアップマジックにアクセスする手段が増えました、レイドラプターズは。で、一応素材として持っている、レイドラプターズエクシーズモンスターはランクの数 ×100 アンプするっていうことで、まあ、これを素材に基本的にはそのライジングリベリオンファルコン出していくんで、
ライジングリベリオンファルコンさんがなんか打点がね、なんか5300とかぐらいになるんだよね、あのこれ素材にしてると。だからまあ5300からの打点でなんか何の効果も受けないみたいな、マジバケモンかと爆弾するんで、こいつ多分抜けないです普通のデッキは。なかなかサロスエレスとかじゃない限りは。で、火球モンスターがねいくつか追加されるんですけど、多分ね、ブルームバルチャーとかノアールレギアスってやつが多分追加されて、こいつら基本的には展開力を上げてくれるカードです。特にブルームバルチャーとかめちゃくちゃ強くて、この効果発動すると闇属性縛り入っちゃうんですけど、手札の、レイドラプターズと一緒に出てこれます。超持続モンスター以外の表が表示モンスターが存在しない場合、このカードとレイドラプターズモンスター1体を手札から特殊召喚する。召喚権を使わずに、超持続が2体並ぶと、これめちゃくちゃ強いんですよね。まあ、こういうね、あの動きができるようになりますので、まあ、展開力がかなり上がるということですね。まあ、相変わらずその、まあ、結構無限包容、まあ、クリティカルヒットするんだけど、でなんか無限包容であるとか、あとエフェクトベーラー増殖する G うららみたいなカードは、まあ、辛いは辛いんですけど、まあ、割と貫通力は上がったかなっていう感じです。で、レイドラプターズの組み方はいくつかあるんですよ。まず1個クソデッキはさっき言ったようにそのライジングリベリンファルコンを使ってなんか先行実質ワンキルをかましていくのがうんこみたいなデッキ、これが1個あるのと、あと、ファジーレニアスっていうモンスターもともとこれいたんですけど、これを使うあの純構築ですね。これね、このモンスター結構強いんですけど、このカードの効果発動すると自分レイドラプターズしか出せないっていう縛り入っちゃうんですよ。だからファジーレニアスめっちゃ強い代わりにレイドラプターズ縛り入っちゃうから、なんかその準構築にめっちゃ寄せるっていう、まあ、準構築でもちなみにめっちゃ戦えるようになってて、そのライズランクアップマジックからのライジングリベリオンファルコンとか、あとファントムフォースからの、レボリューションファルコンとかあるんで、だから準構築でも全然強いんで、準構築で来るのも結構あり。今はファイジリレニアス強いし、でもう一個は、まあ、今まで通りなんだけど、まあ、下流が出すっていうこの3パターンくらいかな。先行ワンキル型、下流が型、準構築型、多分この3パターンくらいあるんで、まあ、ちょっと僕黒崎めっちゃ好きなんですよ。あのアークファイブの中でも一番黒崎が好きなんで、あのキャラクターとして、なんで多分これ全部動画にします。なんでちょっと動画お待ちいただければと思います。とりあえずでもね、あの一番ね、あの熱いのは準構築だと思ってるんで、一発目は多分準構築でいくわ。さあ氷結界いよいよ実装ということで、このね氷霊山の竜装ランセアっていう、まあ、氷結界モンスターではないんだけど、まあ、これ実質氷結界から出してくる最強モンスターでございまして、こいつめちゃくちゃ強いんですよね。水属性でレベル10のシンクロモンスターになってまして、水属性チューナーとチューナー以外のモンスター1体以上という条件で、出せますよと。で、1番と、2番の効果あって、1番はね、2回まで一旦2回発動できるんですけども、相手がモンスターを特殊召喚したら、自分の手札デッキエクスターデッキ墓地からこうどこからでもいいですね。だから氷結界モンスター1体を特殊召喚しますと。でその後相手フィールドの攻撃表示モンスター1体を守備表示にできますよっていう効果があります。だから相手がモンスターを特殊召喚したらこっちも特殊召喚するよということが起きまして、で氷結界ってね、あのまあエクストラデッキから出てくるモンスターとかはそのシンクロ召喚した時の効果だったりするから、トリシューラとかはあんまり関係ないんだけど、メインデッキのモンスターで結構強いモンスターいるんですよね。なんかあの相手の行動を、まあ、縛るようなモンスターって結構氷結界にいっぱいいて、例えば、まあライホーっていうモンスターね、これ相手がフィールドで、発動したモンスターの効果が、手札を1枚捨てないと発動できない、効果無効化されちゃうよみたいなモンスターとか、あとこの高齢士っていうなんか、相手は1ターンに1回しか魔法トラップカード発動できないみたいな、こいつがいるとね、とかあと破術師、なんかその魔封じの方向みたいな効果があるやつ、こういうモンスターがいて、この辺のモンスターをメインデッキからこのランセアでリクルートしてくることによって、まああの相手の、行動を制限してしまいましょうみたいな感じのモンスターになってます。はい、ランセアめちゃくちゃ出しやすいので、まあ、ほぼランセアは出るかなって感じですね。氷結界デッキからまず一旦これ出すっていうのが氷結界のやることですね。で、2番目の効果でシンクロ召喚した表側表示のこのカードが相手によって離れた場合、エクストラデッキから氷結界シンクロモンスター1体をシンクロ召喚扱いで特殊化する。だからこれで、一応そのトリシューラとか出していけるよっていうことですね。まあ、ランセアってなんかその盤面にいるとマジでめんどくさいんで、なんで、この2番の効果を覚悟で相手が除去してくることも結構あるかなっていうところですね。で、ただし、この氷結界シンクロモンスターっていうのは、例えばトリシューラなんかは、このシンクロ召喚に成功した時に発動できる効果なんで、タイミングを逃すんですね。はい。なんで、このチェーン2とかで、発動してしまった場合は、なんかその、チェーン挟まれたりとかした場合は、ちょっと、タイミングを逃すかもしれないっていうところだけご注意いただければなと、はい、いうふうに思います。まあ、あんまりないですけどね。で、氷結界のね、
ギミック、まあ、初動ですねは、表現界のショーマッシュってやつが、これストラクチャーデッキだったかな。そうですね、ストラクチャーデッキで実装されたモンスターで、だから手札を1枚捨てると表現界チューナーをデッキから出してくれるっていう、でその代わり魂の地まで水属性縛りが入っちゃうよみたいな感じのモンスターがいるんですけど、これ何でも出してくれるんですよ。表現界チューナー、表現界チューナーめちゃくちゃ増えるんですけど、全員強いんで、これがまあ一応圧倒的初動カードになってますね。1枚捨ててデッキから表現界チューナーを特殊召喚で、まあ、出してくる候補がまあいくつかいるんですけど、まあ、京魔師とか、ゲオルギアスっていうモンスターが多分増えると思いまして、この京魔師はねめちゃくちゃ強いんですよね。これ墓地へ送られるとシンクロストライとかになってもいいし、なんか普通にあの愚かな埋葬とかしてもいいんだけど、何でも、墓地を送られた場合に氷結界の氷魔師以外の自分のデッキ除外状態の氷結界カードを1枚手札に加えるっていう効果だから、なんかその手札コストとかね、さっきのその氷魔師の、効果を発動するための コストとかで氷魔師を捨てれば、また氷結界のカードがサーチできるし、氷結界ってちなみにね最強のサーチカードあるんですよ。この氷結界の紋章っていうカードがですね、これターン1じゃなくて氷結界モンスター手札に加えるって効果あるんで、これめちゃくちゃ安定感があります、氷結界、デッキは。で、京橋くんは自分のフィールドの他の効果モンスターをリリースすると、氷結界トークンを3体まで特殊召喚して、その数だけこのカードのレベルを上げるよという効果があるので、水属性シンクロモンスターしか出せなくなっちゃうっていう、まあ、縛り入っちゃうんですけど、まあ、だからリンクとかもできないんですけど、レベル5と、3つのトークンが出るんで8シンクロまでが簡単にできるようになるということですね。でこのねゲオルギアス君の レベル6チューナーなんですけど、これがめちゃくちゃ強くて、自分のフィールドに氷結界モンスターが存在していれば特殊召喚ができるっていうのがすげえガバガバな条件で出せて、で召喚特殊召喚成功したら自分の手札墓地からレベル5以下の氷結界を特殊召喚できると。だからマックスにさっきのこの小魔師とか特殊召喚すればレベル10のシンクロできるし、コストにした強魔師を蘇生して強魔師の一番の効果を狙っていくっていうこともできるんですよね。で、一応そのいる時の効果もまあまあ強くて、自分のフェイト上に他の表現界がいると相手は墓地のモンスターの効果発動できないよという効果もありますので、こいつめちゃくちゃ強いんですよ。だからまあちょっと動かし方はねまた動画にしようかなと思いますが、この小魔師から動いてい くことによって、ランセアと、ドラガイトみたいな盤面で相手のモンスターを、ライフォーとかと一緒に、まあ、制圧していくみたいなね、まあ、そんな感じのデッキになるかなと思います。はい、お楽しみにお待ちください。さあいよいよ粛清実装ということで、まあ、ローガーディアンってもともといたこの儀式モンスターいいじゃないですか。これがなんかその魔改造されて、レイマのカードパワーで魔改造されたテーマが粛清っていうテーマなんですよ。で、まあ、こっちのローガーディアンは基本的にデッキには入んないんですけど、OCG の方でもね、環境に顔を出しているというか、めちゃくちゃ強いテーマなので、まあ、マスターデュエルの方でもね、強いんじゃないかと予想されております、今。で、粛清ってテーマが何をするかっていうと、こいつがエースモンスターっていて、粛清なる守護者ローガーディアン。光属性のレベル7の、戦士族儀式モンスター。このカードが儀式召喚に成功した場合、デッキから粛清か、ドラゴン族戦士族の、儀式モンスター相手を手段加えると。まあ、これがね、あれです。粛清ステータスみたいなモンスターで、まあ、いろいろここに絡んでくるサーチとか、儀式とかが、いっぱいいるよっていう感じですね。で、自分のフィールドか墓地に、祈り手ローっていう、モンスター、これが、この可愛い子ちゃん、これが存在している限り、このカードの攻撃力が2050アップするっていうことで、まあ、基本的には4100打点が出ると。めちゃくちゃ強いですね。で、自分のフィールド上に祈り手ローが存在していると、相手が魔法トラップモンスターの効果を発動した時に、その発動を無効に従いできるよっていう、まあ、何でも無効が構えられますと。まあ、なんでこれが、魔改造されたらこんなにことになっちゃったのかちょっとわかんないんですけど、なんかとりあえず何でも無効にしてくるという、いう感じのテーマですね。で、祈り手ローがですね、これめちゃくちゃ強いんですよ。こいつが初動になってまして、こいつ1枚からこれを、出すことができるんですけど、祈り手ローは召喚特殊召喚に成功した場合にデッキから粛清永続魔法か永続トラップカード1枚を自分の魔法トラップゾーンに置けますよっていう効果ですね。はい。で、戦士族、ドラゴン族で光属性の儀式モンスターいたら儀式召喚する場合は、1体で必要な分のリリースできるとレベル1なんですけど、まあ、例えばローガーディアンを出すときには、まあ、レベル7分として使えますよっていうことですね。で、このカードが墓地に存在する状態で、自分のフィールド上に戦士族がドラゴン族で光属性の儀式モンスターが特殊召喚された場合、まあ、さっきのローガーディアンとかですね、これが特殊召喚された場合に特殊召喚ができますよ。これ素材として墓地に送ったらすぐ蘇生できるよっていう最低なんで、だから
粛清の祈り手ローを素材にこれを出すことによってローガーディアンプラス祈り手ローっていう盤面になるんですね。そうするとさっきの、 あの何でも無効効果が付与できるんで、めっちゃ簡単に何でも無効が構えられるっていうテーマになってます。で、この祈り手ローとかでおける、魔法トラップカード、これも結構強くてですね、粛清魔法トラップカード、例えばまずやっぱ粛清なる結界っていうカード、これは自分のメインフェーズに粛清なる結界を除く粛清カード1枚をか、ローガーディアン儀式モンスターを手札に加えるっていう効果もあるんですけど、これね、こう1番の耐性めっちゃ強くて、祈り手ローと、儀式モンスターが盤面にいる場合は相手は儀式モンスターにしか攻撃できないし、自分のフェーズ上の光属性モンスター効果の対象にできないっていう効果があるんですよ。だからこれで祈り手ローとかローガーディアンを対象耐性付与してて、なんかその相手の無限抱擁とかその辺のカードを発動できなくさせてるっていう、まあそんな感じですね。これ結構ね、だからね、これがあると対象取れねえからローガーディアン処理するの結構大変で、しかも打点4100あるんでね、なんでこれだけでもまあ強いっていう、まあ、そういうテーマですね。他にも移行っていう相手のカードを爆破できるエイトラップカードとかも祈り手ローで置くことができます。でローガーディアン以外にもこの戦速ドラゴン族の儀式モンスターっていうのはいくつか相性がいいのがいて、まず元からいるやつだと、個性対サウラビスっていう、これだから対象に取られたらなんかその手札からぶん投げて無効にするっていう一応効果があるんで、まあ、ローとかの絵に対する無限保養とかそういうのをケアできたりするんですけど、単純にこいつ2番の効果で相手が特殊召喚する際チェンジのない特殊召喚を無効にして除外するっていう効果あるんですけど、これ結構強くて出せればでね、インチキ召喚できる一応ギミックがあって、粛清にはこれなんかサウラビスのなんか魔改造された方のこのサウラビスのなんかおっさんの方、こっちのサウラビスが相手がカードの効果発動するとフィールドのこのカードを手札に戻しながら、手札デッキから戦術のドラゴン族で光属性の儀式モンスターを特殊召喚できるよっていう効果があるんですよ。だこれいきなりサウラビスがポンって出てくるっていうこいつの効果 でしかもこいつ特殊召喚する条件が手札墓地から魔法儀式魔法を含む魔法カード2枚を戻すだけで特殊召喚できるんで、これめちゃくちゃ簡単なんですね。でしかもこのサウラビスもアクセスが結構容易ということで、これはね、めちゃくちゃ強力で、しかも光属性なんでまた対象取れねえっていうね、耐性もあるから、これめちゃくちゃ強いテーマになってくるかなと思います。ちなみに他にも相性いい儀式モンスターとか置いて、オッドアイズペンデラムグラフドラゴンとかいう、このなんか魔法カードを無効にしてきたり、あと儀式魔法をね、エンドフェーズにサーチできたりする、こいつとかも採用できるんで、結構粛清はね、しかもなんか回し方そんなむずくないんですよ、このデッキ。なんで、めちゃくちゃ楽しくて強いテーマなんで、まあ興味ある方はぜひね、組んでみてください。テーマ外のなんか汎用モンスターというか、の、まあ、ご紹介なんですけども、一応判明しているのはエニグマスターバックビットっていうカードと、それから、まあ、レスキューヘッジホックですね、なんかレスキューヘッジホック UR マジリアリティ高すぎない、エニグマスターバックビットさんは、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上ですけどレベル8の、サイバー属、シンクロモンスターでございまして、一応汎用モンスターですね。シンクロ召喚した場合か墓地を送られた場合に自分の墓地か相手フィールド上の、モンスター1体対象にとって、手札を1枚捨てることによって、対象のモンスター永続トラップカード扱いで、魔法トラップゾーンに押し込みますよっていう効果に、なっております。だからまあ除去ですね、シンクロ召喚した場合か、またはこれ墓地へ送られた場合も発動できるし、これどっから墓地を送られてもいいんで、その素材にしてもいいしリンク素材とかにしてもいいし、あと単純にその例えばドラゴンパンチメントみたいなカードで墓地からと墓地に直接叩き落としてあげてもいいし、愚かな重装とかでもいいけど、なんでもいいんだけど、なんで、まあ、基本的にはあんまり出すというよりかは結構墓地を送れた時の効果を、まあ、メインに使っていくことになるんじゃないかなとは思ってますけども、一応その永続トラップカード扱いでカードを置けるんで、センチュリオンとかと相性が良さそうではありますけど、ただ別にセンチュリオンこいつ出さなくても強いし、なんか出してる余裕もないというか、別に8シンクロがなんかそんなになんでぶっちゃけね、なんでなくても別に回るかなっていう感じはしますけど、はい。でこのカードが永続トラップカード扱いの場合は自分相手のターンに自分の魔法トラップゾーンの表側表示のモンスターカードを特殊召喚できますよっていう効果なので、まあこれの効果を使うまいこと使っていくんだったらセンチュリオン、デッキと組み合わせるのがいいんじゃないかなと思います。一応8シンクロできますからね、テーマね。そして、レスキューヘッジホックなんですけども、めちゃくちゃ面白い効果してるんですよ。これフィールドのこのカードを除外することによってレベル3以下で種族、属性レベルが同じとなる通常モンスターと効果モンスターを1体ずつデッキから特殊召喚できるよっていう、これ何でもいいんですよね。
特殊召喚、するの、レベルが3以下で同じであればこの辺のステータスが。だからマジで無限のリクルート、方法があります。いろんなカードを組み合わせれます。まあ、クリッター特殊召喚するのもいいし、なんか、植物を特殊召喚し、なんか植物リンクとかにつなげるのもいいし、まあ、何でも一応できるんですよ。ただやっぱめっちゃうらら踏むんですよねめっちゃうらら踏むから、まあ、そこだけ注意って感じかな。面白いモンスターなので、なんかクソコンボみたいなのは結構できるかもしれないけど、ガチカードかと言われるとちょっと怪しいですかね。というわけでいかがでしたでしょうか。今回ね、多分ね、環境入りしそうなのはまあ粛清くらいかなっていう気はするんですけど、まあ、個人的にはレイドラプターズめっちゃ熱いんで、レイドラプターズのデッキ無限に作っていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。